こんにちは、森重ありさです。今日は野々市にやってきました。私が今歩いているのは旧北国街道になります。現在の長野県と滋賀県を結んでいた道です。でこの辺り一帯はかつて宿場町として栄えていたということで、今日ご紹介するのはこちらのこの立派な建物、野々市市郷土資料館野々になります。およそ170年前に建てられた建築物ということで、ちょっと早速中入ってみましょう。こんにちは。こんにちは。うわ、すごい立派、天井が高いですね。開放感があります。では詳しいお話は館長の伊関さんに伺います。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今見取り図をお持ちなんですが、今私たちがいるのはどこになりますか？外から入っていただきまして、今この店の間というこの場所におります、店というのはお店の？そうです、はい、昔こちらではコンカニシンとか肥料などを売っておりました。そうだったんですね。でこの場所はかつてどなたかが住まわれていたお家なんですよね、はいはい、昔は、白山市今の真っ当にあった建物を大住さんという方が野々市の方に移築されました。そうなんですね。歴史のある建物なんですね。でちょっと気になるのがこの場所すごくモダンなんですが、はい、実は去年リニューアルオープンしたカフェということ で、ちょっとそちらも気になるところですが、さらにちょっとやっぱり気になっちゃうのはこの奥ということでご案内いただけますか？はい、よろしくお願いします。じゃあ参りましょう。行ってみましょう。ではちょっと一段上がりまして、はい、こちらはどの場所になるんでしょうか？先ほどの店の間からちょっと奥に入っていただいた尾江という板間になります、はい、そしてちょっと上を見上げてみますと本当に立派な梁がこう組み合わされていますね。お商売をなさってたので、この太い梁を見せて信用を売る、安心してこのお店で買っていいですよということを表してたようです。なるほど、こんな立派な梁を構えられるお店ですよということを見せていた。そうですね、そんな場所になるそうです。ではちょっとさらに奥に進んでいきたいと思うんですが、こちら階段ですか？そうですね。わあ、すごい。これ開きます、うん、収納できるんですか？そうですね。面白い、うん、そしてこの壁がどこを見ても赤色なんですけれども、これもまた意味があるんですか？うん、そうですね、金沢の地方に多い弁柄の壁ということで、はい、最も位の高いお部屋によく使われていたということです。そうですか。じゃあこの場所はまさにそういった場所？はい、本座敷というメインゲストルームに当たります。でこれは仏壇が入っていた場所ですか？そうです、仏壇です。なんか本当に大きくてやっぱり立派なお家だったんだなということが伺わせられる場所ですね。そうですね、そうなんですね。でここ今多分襖を取ってあると思うんですけれども、はいはい、広いですね、はい、典型的なこの農家の田形式住宅ということで、はい、全部の障子を取り払うと大きな催しも行うことができたという場所です。本当に広いんですけれども、実はまだここからは見えないんですが、奥に多目的室という場所がありまして、はい、今企画展を行っているそうですね、はいはい、昔野々市と松戸と金沢を結んでいた昇金線という電車が通っていた記憶展を行っております。はい、ということでそちらもぜひご覧になっていただきたいんですが、やっぱり皆さん気になるのは最初に出てきたカフェですよね、うん、ご案内いただけますか？はい、じゃあ行ってみましょう、はい、さあカフェスペースに移動してきました。美味しそうです。こちらは何でしょうか？おろしぶっかけのセットになっています。ね、セットで人参やそしてごぼう、おにぎりまでついてのセットということで、うん、早速いただいてもよろしいでしょうか？はい、いただきます。コシありますね。ありますね、うん、信州産のそば粉で作っております。へえ、そうなんです、はい、本当にコシが強くて弾力があるんですけど、はい、手打ちですか？手打ちですね。美味しいです。じゃこれセットで結構お得ですよね。はい、そして今食べたのは冷たいおそばになるわけなんですが、まあ、今日もね冷え込んでますけれども、こちらはにしんそばということで、はい、温かいおそばのメニューもあるということです。はい、でもちろんカフェですから、はい、まあ、コーヒーなども楽しめるわけなんですけれども、実はアルコールもあるということで、はい、お好きな方にはこちら
たまらないのではないでしょうか。こちらのお酒、昭和50年代の中頃まで布市で作っていた醤油というお酒を数年前に復刻しました。で今皆さんの方にご提供させていただいています。これセットでお試し価格500円ということで結構気軽に楽しめますね。こちらの突き出しも美味しそう。そうですね、今日は田楽と山菜になってますね。いいですね、はい、よく飲まれるんですか。僕好きですね。いいですね。さあこちらですね、旧北国街道ですね、まあ、本当にいい季節ですからね、ゆっくり歩いてみるのもいいと思いますし、歴史に触れながら、こちらの郷土資料館は平成6年、6年から、ね、やってるということなんですが、無料で入れるんですよね。はい、無料です。いいんですか、こんなに素敵な場所。無料です。はい、ということですので気軽にねお越しになってみてはいかがでしょうか。最近は北陸の方だけではなく県外のお客さんも増えているそうですね、はい、東京や大阪名古屋の方なんかが時々来られますね。ああそうですか、はい、本当にですね無料で、そして歴史に触れた後はこちらのカフェでゆっくりね、はい、お腹を満たしていただければと思います。このののという場所を通してのの市の魅力がもっともっと伝わっていったらいいですよね。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。